なぜ必要なのかっていうことなんですけれども、行かれた方は分かるんですけれども、スタバとかですね、カフェとか、もうものすごい寒いんですよね。でもガンガン、要はもうお客さんの、状況とか関係なく、ガンガン寒くしてるんですよね。で、まあ、東南アジアの場合ですね、冷やしてあげるのがおもてなしっていう感じなんですよ。やっぱり暑い国なので、ゲストに対してですね、おもてなしの一環としてやってるっていうことをスタッフは言ってました。なので、ちょっと寒すぎるんですよね、日本人の場合。なので、僕はユニクロのウルトラマイクロダウンとかね、こうちっちゃくなるやつ持ち歩いてたりとか、あとまあちょっとしたこうカーディガンとかですね、女性なんかだったら必要だと思います。本当に僕も映画館で、まあ、映画館とかもガンガンか寒い、エアコンクーラー効かしてるんですけども、僕も2回ぐらい映画見てて風邪ひいたことあるので気をつけてください。で、LINE で売ると、海外移住したい方からのご質問ですね、何が売れるんでしょうかと。LINE で